続いてはトコムコモディティフォーカスのコーナーです。ゲストを迎えしています。豊か商事法人営業部部長の山口大輔さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。山口さんにはまず原油から分析していただきましょうかね。はい、ここのところの、ね、動きをまあ見ますと、まずネイチーで言いますと、はい、ざっくりですが日本原油下がだいたい55ドル、55ドル、はい、上がまあ57ドルの後半、はい、今このボックスをまあ2月の、ね、中旬に1回、うん、この年に入ってから中旬以降はね、ここがまあ比較的居心地のいい状況といいますか、ここでまあ材料を待っているというところなんですが、はい、まあ、そういう意味ではね、あの先週末、まあ、今申し上げたように材料待ってるので、まあ、何が出ないかなと思いながら見て、なんか先週あの雇用統計がね、あ、そうでしたね、金曜日に雇用統計ありましたので、まあ、あの辺もね、まあ、回り回ってというか、まあ、一つのファクターになってくるかなと思って見てたんですが、まあまあ、若干まあしっかりというところで、まあ、結果的にはね、まだそのレンジの範疇ではありましたね。そうでしたね、はい、まあ、一応形としては下値を切り上げる形で、そうですね、はい、でこの高値もみ合いも2ヶ月になろうとしてるって言うんですかね、これ2ヶ月目に入ったところですね。ね、はい、で今現状ではちょうどタイミングとしてはちょっと離れてもいいようなところ。そうですね。それと今見ていただく通り上昇トレンド、はい、ちょうど今ここに触れてきてるので、そうなんですよね。このトレンドがまだ今後も継続するのか、はい、ここからまだ、まあ、今ついているボックスが2ヶ月目3ヶ月目と継続していくのか、ちょうど今ねテクニカルポイントに触れている場面ではありますね。うんうん、そうですね、はい、あ、こうなんか刺激する材料、まあ、雇用統計は特に、ね、うん、ね、はい、インパクトには少なくとも今のところはなってないんですけども、うん、そうですね、はい、うん、この先どこでしょうかね。そうですね、今この現状をちょっとね、あの整理しますと、まあ、まずこの値値をキープしている、まあ、一番の要因というのは、はい、OPEC、それからノン、まあ、いわゆる非 OPEC ですね、はい、まあ、この両者による、まあ、協調減産、これが、まあ、昨年の12月に決まって、とりあえず今年の6月までは続けていこうと、うん、一応日量でも120万バレルかな、で、まあ、はい、OPEC が80万はやりますと、はい、あと残りはロシア中心に、非 OPEC の皆さんにお願いしますねという振り分けがあって、まあ、それに対してね、果たしてその純資率がどうなのかというのが焦点ではあったんですが、うんうんうん、ここまでね、あの、まあ、いろんな機関からそれぞれ、はい、まあ、OPEC 自身の発表もあるでしょうし、まあ、IEA であったりとかね、うん、いろんなその発表を見る限りでは、月を追うごとにその純資率というのは高まって、うん、一応みんなその意識のもとに減産を継続する方向で動いているなというところがあって、うん、あ、はい、これがね今この価格帯の下限を支えている、まあ、一番の要因ではありますね。うん、あ、ということですか、はい、一方でアメリカの国内のシェールは、まあ、これはもう価格次第なんでしょうけど ね、うん、そうですね、ただこちらはこちらで過去最高水準の生産量ということになってますので、そういう意味ではまあ綱引きではあるんですが、うん、ただどちらかというとここまでの印象だと、まあ、この下支え要因といいますかね、はい、強材料の方が割と意識されてて、弱材料特にシェール絡みは、まあ、無視というよりも、はい、なんていうんでしょう、もう織り込み済みという捉え方なんですかね、はい、という環境の中で、まあ、今のボックスが継続しているのかなという印象がありますね。まあ、減産がどういう形で効いてくるかというところに、はい、になってくるわけでしょうかね。 3ヶ月経ちますからですかね、はい、あと一方でね、あとベネズエラがまあ減産を、ね、強いられている、まあ、これは、ね、アメリカも絡んでる話で、うんうんうん、アメリカの、ね、まあ、制裁によって、まあ、反米であるマドロ政権を、まあ、うん、退陣させようということで、うん、原油のね、それによって同国の原油の輸入量というのが大幅にカットになっていますので、はい、この辺がね、先ほどの産出量、生産量という意味においては一つの減少している要因にはなってきていますね、うんうん、ただこのベネズエラの問題に関しては、うん、アメリカにとってはこれちょっともろ刃の、はい、はい、結局アメリカもベネズエラからの輸入が結構
大きいもんですから、うん、ああそうなんですか、ただここの蛇口を閉めてしまった、ただアメリカには相応の需要がありますから、じゃあその需要をどこに求めるのっていった部分が、これがまあサウジでありカナダであり、あとまあメキシコといったねそれ以外の国に輸入を求めている状況になってます。ただここで変わってくるのがやっぱりコストが違うんですね。コストね、はい、やっぱりベネズエラ産の方がコストダウンができていたのが、まあ、自国でね、まあ、トランプさんがやってたことではあるんだけれども、まあ、その結果ねそれまでよりも高い輸出量が入れなきゃいけないということで、はい、その辺もね、まあ、価格がまあしっかりしている要因の、まあ、一つにはなってきてるのかな。ですか、はい、まあこれどっち行ってもおかしくはないという感じですけど ね、 なのでまだちょっと離れてないので、どちらともというところはありますが、ただその材料面でいくと、どうも強気の材料が比較的意識されてて、弱気の材料にはあまり反応してないというところを考えると、目先は一旦このレジスタンスである58ドルレベルを再度トライして、ちょっとブレイクしに行く場面があるのかなという気がしています。でもしこれが、ね、抜けていくということになると、次のレジスタンスラインは大台でもあります60ドル、60ドル、ということになるかと思いますの で、 そうですかね、はい、目先はちょっとそのあたりの高値は意識して相場を見ていっていいのかなというふうには考えています。あ、そうですか。ただ一方で、では60ドルタッチしました、そうした時にじゃあさらなる本来であれば、ね、上に行けば、じゃあ次のレンジですねという話になってきて、そうするとこの62だ65だというのが意識されるべきところではあるんだけど、ただ材料面に目を向けると、やっぱりさらなる高値を生むには、ちょっと今まで私がね申し上げてきた材料というのもほとんどちょっと使い古されてた感があるので、また新しい材料の出現がないと60ドルキープというのは難しいのかなと。なので逆に言うと、でも今の環境であれば60ドルまでなのかなという気がしますね。それとまあこれまでの流れの中で、当然そのアメリカに目を向けたときに、やはり自国 の、 その石油製品の上昇というのは政権運営上はあまり好ましくないので、またトランプさんがですね、あれこれ言いますよね、本来はねその公式な流れの中でやっていくものであるかと思うんですけれども、ツイッター等を使ってね、まあ、OPEC に対しても呼びかけが大きいのか、OPEC に対して、まあ、ですからその意味ではなかなか上がりにくいような気がするんですね。その上値抵抗があるという、心理的にもね。そうですね。ただまあこれまでね、場面場面あった話ですし、まあ、OPEC サイドもそれに対してのね、その対応の仕方もなんとなくこう、まあ、見えてきたというか、ところもあるのでね。株価との連動性も結構注目されるんですけどね。私がその上昇の、ね、一つの背景としては、ボラティリティの、ね、違いはありますけれども、ニューヨークダウもニューヨーク原油も、昨年の高値、10月かな、それから安値、これは12月だったと思いますけども、ポイントがどちらもほぼ同じタイミングで高値安値をつけ て、はい、ということは今ね、一つの要因としてはその、まあ、米中の関係においての今後の景気動向、これもね当然石油の需要においての、一つのその背景になってますが、そういった意味からいくと、やっぱり株価の動向、ここまでは波動という意味ではその値幅ボラは若干違うにしても、比較的同じような水準動きをたどっていますの で、で先週の、ねまあ、雇用統計を受けた結果、一応、ニューヨークダウはこじっかりである、ダウもこじっかりであると、いうことからすると、目先短期的にはね、もう少しそのアメリカのね、経済がもうちょっといい方向でポジティブに捉えられる向きがあれば、もうちょっと上値余地があるのかなと、ということですか。ですね、ニューヨーク株が高くなるような局面、そして、まあ、そこにはやっぱり WTI の、追随するような動きになっていくのかなというふうに、ということでしょうか。そうすると、ここから2ドル、まあ、3ドルぐらいになるかと思う、3ドル強かな、になるかと思いますけれども、一旦ねちょっと60の節目にタッチする場面が、まあ、近々今月中にあるかなという見通しで、ね、見てはいるところですね。あとその貿易交渉絡みでも
あって、はい、あの注目されること多いんですけど、あのトウモロコシ、うん、そうですね、大豆あたりも、トウモロコシ、大豆、まあ、やはり一番買ったのはやっぱ大豆ですよね、まあ、ここに来てね、まあ、若干米中の協議にとも楽観的な見方も出てきて、米国産の、ね、大豆をアメリカが、あ、中国が、ね、買い付けているというニュースも聞くんですが、ただ聞いてるにもかかわらず、見ていただく通り価格はどちらかというと下値を下げて、そう下向いてますね。ちょうどあの先週末が、ま、毎月恒例の、ね、ESA の需給報告があったんですが、はい、ね、大豆の方はまあ事前予想通りということでサプライズはなかったんですけれども、ただ引き続き国内の大きな在庫があるねと、うん、これがやっぱり例年と違うところで、本来例年はね、やっぱ中国がしっかり食べてくれてるというか、あ、そうか、はい、その辺があるので、その辺懸念がやっぱり引き続き引きずってるところがありますね。足元の需給枠というか、そうですね、在庫が多いよっていう、はい、あ、まあ、米中の、ね、関税絡みが一気に改善すればというところの期待値もあるかと思うんですが、うん、はい、ただ今のここの価格を見る限りではまだちょっと下を探ってる状況であって、はい、まあ、ここまでの背景でいうと、うん、あの小麦も、ね、相当下がってたので、お、これがあの大豆でありトウモロコシの下げの背景にもなったかと思うんですが、うんうんうん、で今東京の方、国取、特務の方でもね、農産物の中心になっているトウモロコシもちょっと軟調な動きを示していて、うんうんうん、この先週末の米国内、はい、の、数字でいうと悪くはなかったんですけれども、まあ、若干安というようなところ で、はい、まだシカゴのトウモロコシももう少し下値を探る可能性が高いのかなと、うん、おお、そうですか。あ、よくね、あのフェブラリーブレイクという言葉があって、天候相場前の安値をつけて、それから天候プレミアムを意識しながら、徐々にというところがあるんですけども、フェブラリーは通過しちゃいましたね。どうね、1ヶ月ずれているのかなというちょっと認識ありません、ね、そういった意味では、まだ下値固めが必要な場面がということですか、今週来週は続くのかなというふうに思います。わかりました、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。